けば虹の追い1973年1月2日から9月25日まで放映された。アマガエルのデメタンは、アメ太郎とアマコ夫婦の子、おもちゃの露天商を営む両親の手伝いで学校に行くこともできなかったが、訪れた虹のお池で大富豪殿様ガエル一家の娘ナナタンと出会い、字を教えてもらったりして仲良くなる。しかしそれを好ましく思わないナナタンの父ニアフトやその部下のイボキチ、キャールたちから執拗に狙われるようになる。デメタンとラナタンの2つの一族の対立を軸に、カエル版、ロミオとジュリエットとして話が展開。